はい皆さんこんにちはネット物販講師の黒沢です今回は物販という言葉とドロップシッピングという言葉は意図的にうさ臭い情弱ビジネス発信者の人たちによって悪用されているという話をさせていただきます先に一点補足させていただきます店売屋の定義詳細は後ほどお伝えしますが一般消費者が購入する小売店や EC サイトフリマサイトなどで商品を購入しその商品をサ 大切なのは販売までのルート物流の中でどの立ち位置で商品を買い付けて販売するかということであってどう販売するかというのは結果論にしか過ぎません。 工場卸業者、小売、消費者という物流の中で、小売業者に当たるのが物販セラーですが、小売、もしくは消費者から買った商品を、小売、出品者として再販するのが、転売屋となります。中田厚彦の YouTube 大学では、セドラーと買い占め転売屋を別物のように話していますが、どちらも小売業者として販売するのではなく、小売や消費者から買った商品を販売している るので大同と言えます先に結論からお伝えすると、物販という言葉は単なる転売をやっているやからに、物販スクールですよ、みたいな形でご用されますし、ドロップシッピングは単なる無在庫転売ですね。手元に商材がない状態で商品を販売し、売れたら後から買い付けるっていう、もうカスみたいなビジネスのやからに、我々はドロップシッピング この言葉を使うことによって、やっぱり物販ってすごいちゃんとしたものですから、本来は。そしてドロップシッピングもメーカーと事前に契約などを行って、メーカー側でしっかりと在庫の品質管理や在庫数のコントロールを行った上で行う物販みたいなものなので、これとごっちゃにすることによって、 で騙されてしまう人が続出していますので、改めて物販と転売、ドロップシッピングと無在庫転売の違いも含めて話させていただきたいと思います。まず物販と転売の違いについてなんですが、これは自明なことではあるものの、相当誤用されています。商品の流れ、簡単に言えば4つのポイントに分かれます。まず商品を生産する工場、次に卸業者、そして小売業者、最後に顧客、 この4ポイントを動いていくのが商品の流れになるわけなんですが、物販というのは工場もしくは卸業者から商品を買い付けて小売業者として販売するのが物販なんですよ。街中の商店だって我々アマゾンで商品を販売している物販セラーだって小売業者、小売として販売しているわけです。一方、転売っていうのは 工場、生産業者、卸し、小売店。この小売店から商品を購入して、小売店として販売するやり方なんですね。だから、例えば店舗せどりだとか、あとはヤフオク転売。消費者と同じ立ち位置で購入して、それをまた小売店ぶって販売するっていうやり方なので、利益の上乗せの仕方がおかしくなっているんですよ。わかりやすく説明すると、工場で1000円で作りました。 それを卸業者で2000円で売りました。それを小売業者が3000円で売っています。物販の場合は小売業者ですから、この3000円で売るっていうところに当たるんですが、3000円で購入したものを転売するってなると、3000円で売ったら利益が出ないわけですね。よって4000円で売ったりだとか、5000円で売ったりだとか、わけのわからない話になってしまう。なぜならば、転売をやってる輩からも利益なしで販売したら商売にならないので、無理やりにでも上乗せしようとするわけですね。で、この際に転売やっている業者っていうのが 気弁でですね、我々は例えば普通のお店で売っている商品をインターネットで販売することによって、 でそのお店実店舗に行けない人のために商品をわざわざ流通させてあげているんだだからこれは一種の社会貢献なんだみたいな言い方をしますけれどもだったら自分が卸業者から商品を買い付けて3,000円で販売すればいいわけですよねわざわざ店舗で一般小売店が消費者向けに売っている3,000円の商品を仕入れて4,000円や5,000円で売らなくてもいいわけですこれ一見正論のような言い訳っていうの ドヤ顔でしし立てててるるよううに饒舌に話しているやからっていいっのがいます一番最近私が危惧しているのがオリエンタルラジオの中田さんです。彼が副業せどりについての動画の中で私が今まさに話したような話をしているんですよ。かつ彼の説明の中だと、例えばアメリカで売っている商品を日本に動かすことによって付加価値を生む、商品は移動させることによって価値を生む、この考え方は確かに正しいんです。例えばシルクロローード貿易だと中国の陶器をヨーロッパに っていくだけでただ移動させるだけで付加価値をボンと生んだのは確かなんですが、それはただ移動させるだけではなくて、その移動に伴う昔であれば盗賊に襲われるかもしれないなどのリスクだとか、商品が壊れていたら自分が弁償しなきゃいけないっていう、そういった品質管理、または在庫管理、そういったものを一切合切踏まえた上で、さらに私が冒頭でお伝えした通り、小小売売売かからら買って小売として売るってててとしるいいうわわけのからない 利益の上乗せの仕方をせずに、卸業者から、メーカーから、しっかりと小売店。 として購入して消費者に売るっていうやり方を行うっていう大前提があってこその正当な商売移動させることによって付加価値を生むということが成り立つわけなんですよ中田さんは動画の中で商品は移動することによって価値を生むという話をしています私も5日間の無料講座の初日の動画の中で同じような話をしていますがその説明だけでは正直不完全なんですね例えばアメリカで売っている商品を日本で売ったら付加価値がつくならその その商品を韓国に持って行って売って、さらにその商品をロシアで売って、その商品をイギリスに持って行ったら、マネーロンダリングじゃないですけど、どんどん付加価値っていうのが積もっていくっていう考え方になってしまうわけじゃないですか。極端な言い方ですが、彼が説明しているのはこういった発想の話なんです。つまり論点は、アメリカから移動させれば全ての商品に価値がつくわけではなく、例えば、日本にはその商品の代替品がないとか、日本で売っている類似品の相場的に、 アメリカから運んでも利益が出るなど様々な条件が揃って でようやく付加価値が生ずるっていうことなんですね小売店ですでに消費者向けに売っている商品を購入してかつ例えばアメリカで売っている商品を移動させれば商品は移動することによって付加価値を生むから副業背取りは誰でも簡単に気軽に始めることができますよという中田さんの発言に対して私はとても懐疑的ですその点中田さんは巧妙なビジレイク用刀ク肉を並べ立ててものすごく納得しそうになる ような説明のの仕方をしししていいいたた正直動画自体は私もものすごく面白いと思いましたじゃあ、せどりのような転売が良いのかっていうと悪いとは言わないけれども、物販とせどりはごっちゃにしていただきたくないんですね。ほとんどの物販スクール、物販スクールって言ってるところがただの転売スクールですから、そこはし しっかりと仕切って発言をする必要が本来物販をやってる人、教えてる人そういったスクール塾を運営している発信者の側に課せられるべき責任だと個人的には考えています次ドロップシッピングドロップシッピングっていうのはメーカーとか商社と事前にしっかりと契約して在庫を抱えないけれどもメーカーや商社の倉庫などにしっかりと品質管理した在庫コントロールを行っている状態にした上である種セールスマンとして でその商材をインターネット上などなどで販売し商品が売れたらメーカーから直接お客様に送るっていうやり方が本来のドロップシッピングです一方無在庫転売というのはそもそも在庫が手元にない在庫のコントロールもできていない品質管理もできていない商材をいきなり販売して商品が売れたらそそくさと他の小売店として売っているような人たちから小 購入して販売するっていうやり方なんですねこのやり方ってまず転売なんですよ小売店として誰かが販売しているその在庫っていうのを購入してお客さんに送りつけるっていうやり方なのでドロップシッピングと似て非なるものなんですね今回の話まとめます物販スクールだなんだと嘘こいているところもドロップシッピングやっていると嘘こいているところも蓋を開けてみればただの転売であり最悪無在庫転売なわけです転売も無在庫も強 共通していることは一般の消費者が購入するような場所で商品を購入して二次小売みたいなそんなことはないですけれども自分がお客さんと小売店の間に無理やり割り込んで利益を踏んだくっているっていうやり方なんですこれっておかしなことでいやいや自分は実店舗から購入してその実店舗に来れないお客様にインターネット上で販売してるんだよっていう言い訳を耳にタコができるほど私は今まで聞いてきましたがそれめちゃ めちゃめちゃおかしいこと言っていて実店舗に来れないお客様のために商品をインターネット上で販売するのであれば卸業者の次に自分がインターネット販売をすればいいだけで卸業者実店舗その次にお客様と実店舗の間に割り込んで利益を上乗せする必要はないわけじゃないですか卸業者だとか工場からその商品をしっかりとしたメーカー業者として仕入れて販売するのであれば実店舗でその商品を購入できないお客様のために 自分は販売していますという大義名分がようやく成り立つっていうことは、ぜひ腹に落としておいていただければ幸いです。最後に一つ付け加えさせていただくと、工場や卸業者から商品を購入して販売してるから、自分は物販セーラーだって胸を張ろうとするのはまだ時期尚早。 常日頃から商品の検品、要するに品質管理や在庫コントロールをしっかり行った上で、プラスアルファの手間暇をかけた上で販売するのであれば、ようやくその商品に利益を上乗せすることが許されると思います。形式だけ猿真似したところで、その人が利益を取る資格を得ているとは限らないっていうのも、やはり物販セラーとしての自覚を芽生えさせるためには大切な要素になってくると思うので、合わせて覚えておいていただきたいます。 自称物販スクール、自称ドロップシッピングシステムみたいなことを歌っているところが多いんですが、きらびやかな文句として物販っていう言葉を使ったり、ドロップシッピングっていう言葉を使ったりして、要するに虚像を構築している、虚行を行っているところがかなり多いので、私も今後とも継承を鳴らし続けていきたいと思います。最後までご清聴くださり、ありがとうございました。